マッソゲームズです。はい、皆さん今回ですね、こちらポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX パート3やっていきたいと思います。まだパート1、2見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回も前回の続きからやっていきたいと思います。はい、ということで前回はですね、ゲンガーっていうね、悪のね、奴らが出てきました。で、まあね、それも気にせず、とりあえず、救助とか、あと、まあ、掲示板のこういう依頼をね、依頼をこなしていきましょう。ということで、お休みして、次の朝。おはようございます。今日も頑張ろう。あ、マスオさん、人影さん、ん、誰？あ、キャトピーだ。あ、キャトピーちゃん久しぶり。お願い、友達を助けて。どうしたの？友達のトランセル君と一緒に遊んでたんだけど、トランセル君森に迷って出られなくなっちゃったんです。おお、それは大変だな。ケッケッケ出た。あ、あんたたちは？トランセル君は俺たちが助けてやろう。ちょっとキャタピーちゃん、僕たちに頼んでるんだよ。お前たちの実力で助けられると思うのか？なんだって？誰が助けようが関係ないね。助けたやつが偉いのさ。なあキャタピーちゃん、こうしないか。どちらか先に助けたチームにお礼をあげるというのは。僕、お金持ってないです。そんなの心配しなくていいよ。お金なら後でお母さんからがっぽりもらうからさ。ケケ、そうだ、ついでに俺たちの仲間にもなってもらおう。キャタピーちゃんが仲間になったらイジュアルズの幹部にしてあげるからね。ケケケ、そういうわけだ。人影、先に助けた方が勝ちだからな。おい、行くぞ、さっさと終わらせようぜ。行っちまった。てん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 。心配しないで、僕たちが先に助けるよ。マスオ、早く行こう。ということで、また問題ごとに巻き込まれてしまいました。怪しい森。いよいよですね、こちら怪しい森に行きたいと思います。で、ここに行く時なんですけど、道具をね、先ほどと違って持たせました。幸せリボン、スペシャルリボン、猛攻バンダナということで、あ、チーム編成ちょっと変えないっきゃ。こっちじゃないんだな、たまたまなんだろ。あれ、道具を持たせるで、あ、いいね、大丈夫だね。はい、これで行きたいと思います。出発、行くぜ。ここだね、トランセルが迷ってる森は。もう先にゲンガーたちが入っているはずだ。僕たちも急ごう。よーし、怪しい森1階。よし、和気あいあいによってポケモンたちと仲良くなりやすくなったぞ。このね、騒ぐっていう攻撃をすると、どんだけ遠くても普通に攻撃ができてしまう。このたまたま強い気がする、このゲームにおいて。しかもなんか目覚めてるからいい感じだし。あ、この水ね、水ポケモンだと水渡れる的なのね、いやらしいよね。お、いいですなぁ。あ、リンゴだ。やったやった、リンゴは貴重だよ。ガンガン進んでいく。玉投げ強い。たまたま強い。成長、エレキボール。電光石火、遠くまで行けるんだ。強いんだって。あ、上アイテムがいっぱいあるけど、ちょっと待った、こっちは何なんだろう。上アイテム屋さんかな。え、これ敵だよね。あ、あれワープか。あれ、
これ水ポケモンじゃないといけない的なやつかってことは、それが違うところにワープ部屋があるのかな。よし、進んでいこう。ワープワープ、クソ、水ポケモンが欲しいぜ。40食らってるってことだからね、普通に強いよね、玉投げ。あ、お金だ。アイテムもう一つあるから、ちょっと見ていきましょうか。お金や。まあ、さして珍しいポケモンがいるわけではないと。怪しい森4階。あ、アイテムがいっぱいあるところがある。あ、やったー、いらっしゃい。だってプクリネは欲しい。あ、キャンプコーナーを利用できるってことか。じゃあ結局お金なきゃダメなんだ。一応ちょっと使ってみよう。福林玉っていうか、お金がないぞ。やばいやばい、お金がなかったぞ。福林玉一つだけにしよう。これでちょっと一回使ってみましょうか、プクリン玉。キャンプコーナーだ。あー、やっぱお金がないと結局はダメってことですね。はあはあ、そういうことね、そういうことね。やっぱそうだよね。そんなね、そんなずるいことしちゃダメだよね。そう、やっぱそうだよね。うん、勝手に勘違いしてました、僕。おお。強い。やったー。すげえ。強くないか、こいつ、マジで。関連スイッチ、まあいいかも。怪しい森5階いくぜー。エネルギーポール。やっぱ全体攻撃系とか相手を眠らせる系あると強いね。あと遠距離攻撃系も結構強いし、リンゴがいいですな、非常に。よし、貯めなくてもいいかな、まだいいか。あ、ただ PP リカバーだけは使っといてあげましょう。おお、まだ騒ぐは使えますね。よしよし、じゃあ向かいましょう。敵が来たのか。倒したけど、今のでもう4回使っちゃった。アイアンテール。ただみんな他のやつが強いから、仲間にできない。ナイス。お、もっと上に。またアイテムショップだ。何屋さんだろう、これは。モモンの実、爆睡玉、敵縛り、 PP リカバー、睡眠の種、プチ復活。まあいらないな。金。
水のところだと斜め移動ができるんだね。よし、そろそろご飯食べなきゃいけないけど、できるだけ使わなくていいんだったら使いたくないから、リンゴですね。だからこういう場合はとりあえずチームメンバーを変えましょう。あ、どうやって変えるんだっけ。こっか。はい、チームメンバー変えるだけでね、別にとりあえずお腹大丈夫なんですから。これは遠くまで行かなくていいな、さすがにちょっと遠すぎるから。登っていきましょう。怪しい森8階。あ、杖だ。縛りの枝。そして PP リカバーをたまたまに使いましょう。大きいポケモンとかとさ、戦うときはさ、あれかもしれないですね。うわ、でっかいリンゴだ。あれが重要かもしれないですね。眠らせる技とかね。まあアイテムあるから別にいいのかもしれないけど。怪しい森9階。騒いだ。ほら、弾ける炎。おお、やったー、方法だ。飛翔の森キャンプ。やったぞー。強い。PP リカバー、鍛錬スイッチ。うわー、鍛錬スイッチの効果が。せっかくた、あ、鍛錬スイッチが。無駄になってしまったのか。ほら、強い。ほら、よしよしよし、経験値集めや。階段を探そう。結構長いですね、この場所は。よし、怪しい森10階。あ、リンゴだ。うわ、ナッシーだ。すげえ、やったー。あ、上にアイテムショップらしきところは。結構アイテムショップあるな。クリン玉、リンゴ、お、よかったよかった。モモンの実。食べると HP がさ、おまけで最大 HP も増える。まあいらないかな。バイバーイ。違う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 、そっちじゃない。よし、進め、進んでしまおう。11階。何階まであるんだろう。あのリンゴは欲しい。おお、あのポケモンは何なんだろう。よし、行きましょう。おー、ストライクだ。強そう。あ、普通に倒した。結構いろんなポケモンがさらっと出てくるからびっくりするな。あー、起こしちゃった。いいぞ。お、12回。大きなリンゴだ。やったー。いけ、やったー、レベルアップ。
たまたまがレベルアップしましたね。ヤドリギの種か。このままでいいな。ヤドリギの種いらないわ。進もう。やべえ。おお。すげえ、こういうことができるんだ。強いんですけど。君。ストライクが強いんですけど、非常に。くそ。やばい、死んじゃうかも。倒しきれ。あぶねえ。強い。強いっす。なんか敵が急に。これレベルアップ必須か。よし、あぶねえあぶねえ。よし、ピカチュウいいぞ。ナイスだ。おー、いいコンボ。よーし。よし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 。だん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 こうね。倒すか？やけどしてる。よし。どうだ？来た！だいぶ森の奥まで来たよね。この先にトランセルがいるのかな。ちょっと待ったー。ケケ、トランセルを先に見つけるのは俺たちだ。ここから先は行かせるわけにはいかねえな。なんだって。おいゲンガー、どうして僕たちのジャンプばかりするんだ。あら、言わなかった、私たち世界征服するって。キャタピーのママからお金をたんまりいただいて、キャタピーも仲間にできればまた野望に一歩近づくってもんよ。ケケ、そのためにはお前たちは邪魔なのさ。悪いがここで黙ってもらうぜ。覚悟しな、人影。普通に攻撃。この騒ぐ攻撃は強い。ナイトヘッド。眠らず状態だぜ。騒ぐ。くそ、催眠。技が封じられて使うことができない。これ今噛みつくしてたけど、噛みつくじゃなくて、今これピンチだな。道具箱で、これはオレンの実を使おう。よし、あ、結構方法がやばいのか。よかった、いけ、倒しきれ。よし、倒しきれ。よーし、危ねえ方法、危なかった。いてててて、畜生、覚えてろよ。邪魔者もいなくなったし、トランセルを探そう。もしかして探しに来てくれたのですか。君がトランセルくんだね。さあ帰ろう。キャタピーちゃんが心配してたよ。はーい。怖かったんで殻を固くしてずっと待ってたんです。ありがとう。ほうほう。イエーイ。お、虹色組。
いいっすね。ほうほうが仲間になりたがっているってことで仲間にしましょう。やったー。いいえ、これキラキラ具合はどういうので変わるんでしょうね。本当にありがとう、ひとかけさん。でも僕お金ないです。いいよいいよ、お礼なんて。それよりトランセル君が無事でよかったよね。かっこいい。僕ますます憧れちゃいました。僕も大きくなったら救助やりたいです。ははは、それはいいね、頑張ってね。そうだ、マスオ、ここに僕たちの立派な救助基地を作らない？それいい、救助基地いい。僕も大きくなったらここで働きたいです。僕も。はは、決まりだね。僕たちの救助基地絶対完成させようね。バイバーイ。ではマスオさん、ひとかけさん、ありがとうございました。じゃあね、気をつけて帰るんだよ。はあ、ただ働きだったけどしょうがないよね。でもゲンガーたちにガツンとやられたから、まあいいか。今日は疲れたよ。また明日から頑張ろうね。じゃあ、次の朝。はい、おはようございます。おはよう、今日も頑張ろうね。もし、ん？誰だろう。救助隊マスオ団はこちらでしょうか。そうだけど、あれ？君は確か。ああ、仲間を助けてください。お願いします。ダメだ、そんなんで引き受けられるか。でもどうしても風が必要なんです。お願いします。思い出した。広場にいたわたっこだ。ダーテングが救助を引き受けたのを僕たち見てたんだよ。はい。ですが、そのダーテングさんが救助に行ったきり戻ってこないのです。なんだって？仲間のワタッコが岩場に挟まって動けなくなったんです。私たちワタッコは風に乗ればどこにでも行けるのですが、空は雷雲でいっぱいなのになぜか風が吹かないのです。風が全く吹かない？変だな、それは。ダーテングさんは葉っぱのうちわで強風を巻き起こせます。ダーテングさんの風で仲間を助けてもらおうと頼んだのですが、でもダーテングは帰ってこないと。そんなに難しそうな救助でもなさそうだし、確かに変だよね。あ、さすがマスオ、言われなくてもって顔だね。よし、僕たちが探しに行くよ。あ、本当ですか？ありがとうございます。うん、大丈夫、任せて。行こうマスオ。ということで今回はこちらで終わりたいと思いますね。ゲンガーたちにね、ようやくこうね、一発ね、こうね、パンチを食らわせてやれたかなっていうところと、あとはね、仲間が徐々に増えてきているので、はい、なんかそれも育てながらね、楽しみながらやっていきたいと思います。ぜひね、また次回もご視聴いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。